いつものように、じゃあこちらのコーナーです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想ということで、今日はちょいワル先生お休み、いつものように月一の恒例のコーナーです。大島さんのクリック株三国を、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストックライフということで、今日は株のお話を、はい、進めてみたいと思うんですが、その前に一つだけご案内させてください。そうですね、はい、先週ちょっと僕は行けなかったんですけどね、はい、石田先生石田さんとちょいワル先生の福岡で、はい、本当にありがとうございました。はい、いやもうすごい盛り上がりました。もう本当福岡もね、緊急事態入って、結構ちょっとなかなか皆さん来づらいんじゃないかなって最初不安だったんですけど、はい、でも蓋を開けてみたら20名以上、ね、大勢の方が本当に参加していただきましてですね、来ていただいて、ね、でまあ、一応ねコロナ対策ということで、はい、まあ、ディスタンスと、ね、まあ、あと消毒と検温とね、はい、そのあたりをしっかり徹底してやった上で、ね、まあ、大体3時間ぐらいのそうですよね、セミナーやらせていただいて、僕もあのちょいワル先生と一緒にお話しさせていただいたんですけども、ね、もう本当に皆さんね、はい、あのご参加いただいて、もう本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日ちょいワル先生お休みなんですけども、ちょいワル先生からも皆さんにちょっと、ぜひお礼をということで、そうですね、お言葉をお預かりしてますので、よろしくお伝えくださいということですので、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。もう僕もね、参加したかったんですけどね、はい、福岡食べ物美味しいですからね。本当です ね、 ね、はい、もうそれが楽しみなんですけど、はい、もう本当に良かったです。盛り上がったっていう話を聞きましてね、はい、はい、で今日はクリック株365に、そうです、ね、即して進めていきたいと思うんですけど、はい、まあ、いつものように、うん、あの先週の出来事、うん、はい、あの持ってきましてですね、うん、もう先週あたりからこうコロナの感染がもう再拡大ということでですね、うん、はい、もうすごい感染者数嫌気されましてですね、うん、もう株がもうストレートに、うん、本当にこう7日間ぐらい連続でね、あの下げたんですけど、うん、まあ、ちょっと悪い要因が重なりましてね、うん、そのコロナ感染再拡大に加えて、8月17日にアメリカ の、 あの7月小売売上高っていう、まあ、経済指標の発表があったんですけど、うん、これ事前予想がマイナーの 0.2% だったんですけど、結果がなんとマイナス 1.1% ということで、うん、ものすごい予想を大幅に上回る結果だったんですね。それが引き金でニューヨークダウがその日282ドル下げまして、うん、その後連続で今度8月18日の水曜日、はい、これあの FOMC の議事録、これは先月の7月27日から28日に開かれた FOMC の議事録内容の公表だったんですけど、うん、これがね結局資産購入ペースの縮小、はい、この可能性を示唆したもんですから、うん、これがまたね382ドルという大幅にさらにニューヨークダウも下げましてですね、はい、これはもうちょっと悪いニュースがかなり重なっての下げではあるんですけど、うん、ただ、次にお見せするこのニューヨークダウのチャートですね、うん、これはね、要は3万5578ドルから3万4595まで、うん、約だいたい1000ドルぐらい下げたんですけど、うん、ご覧のようにこの赤線でトレンドラインちょっと引かせていただいてますけど、ちょうどね下ヒゲの下限のところでこうトレンドラインの下限、まあ、あの引っかかりましてですね、うんうん、ですからまだニューヨークダウンに関してはこういう悪材料が出た時に調整場面が出て、うん、そうか、じゃあ一時的な、まあ、下げに過ぎないと。そうですね、うん、ニューヨークダウンの場合にはそういう捉え方でいいんじゃないかと思いますね。あ、ダウ頑張ってますね。しかしずっと本当にね踏ん張りますよね。踏ん張ってますね、ですからいいタイミングでなんて言うんですか、その上げの波動の中で、うん、まあ、あのいいタイミングで悪い材料が出ると当然相場は下がりますから、うん、そこの下げたところがいい調整場面でまたさらにこう上昇の流れに戻るというのはね、うん、リズムがすごくやっぱニューヨークダウンはいいんですよね。まだまだいちゃうのかなこれは。そうですね、このチャートを見る限りですと完全にこの上昇トレンド継続中という感じには
なってますよね。なるほどね、はい、いやニューヨークダウすごいな。本当ですね、うん、ただまあ一応その後にね今週の、うん、まあ、注目イベント、はい、主なイベントを持ってきてみたんですけど、うん、まず24日火曜日ですね、うん、はい、こちらアメリカの7月新築住宅販売件数、うん、これがね、前回67万6千件だったんですが、うん、事前予想では一応70万件ということで、うん、強めの予想が出てます。うん、ですので、まあね、先週あれだけの修正をした後今週の経済指標が強いということであればね、うん、また流れが戻ってくるっていう可能性はありますよね。アメリカ経済やっぱ良くなってるんだな。そうですね、まあ、ただ先週はねちょっと小売売上高とか指標はねちょっと予想大幅に上回る結果ではあったんですけど、うん、ただ根底にあるものはまだちょっと強いですよね。あとまあ2番目には国内のちょっとイベントではありますけど、この前ね東京オリンピックで相当まあ、メダルラッシュで盛り上がりましたけど、24日、あ、これちょっと国旗アメリカになっちゃってますけど、ちょっと日の丸、まあ、東京パラリンピックですね、ちょっとすいません、うん、これ間違えましたけどパラリンピックが開催と、うんうん、これ24日から来月の5日まで12日間で22競技、うん、539種目、うんうん、これが行われますんでね、うん、はい、熱い戦いをね繰り広げてもらいたいですよね。大島さんパラリンピックって分かります？詳しいですか？ね、僕そんなには詳しくないんですね。テニスの国枝選手とか、うん、まあ、それこそちょっとミーハーじゃないんですけど有名な人ぐらいしかあんまりちょっと詳しくないですね、うん、僕パラリンピックは全然詳しくなくて、はい、あ、本当ですか？ちょっと勉強しなくちゃなって思ってたところなんですよ。まあ、今回ね、まあ、僕もそんな詳しくはないんですけど、うん、男子の国枝さんとあと女子の上地さんでしたっけね、うん、メダル期待できるんじゃないかなという感じです。まあ、それぐらいしかちょっと僕もわからないんですけど、はい、あとちょっと注目がね今週27日金曜日ですね、うん、これアメリカのワイオミング州、うん、ジャクソンホールで、こうパウエルさん講演するんですけど、例のあれですよね、このジャクソンホールってすごい金融業界の中でものすごい重要な発表されるというジャクソンホールですよね。そうなんです。これ要は各国の、まあ、中央銀行総裁ですとか、うん、もう重要人物が集まってね、うん、これからの経済政策を話し合ったりするんですけど、なんかよくでもジャクソンホールって皆さんちょっとどっか会場の名前じゃないかみたいに、ね、そうそう、建物の名前ホールの名前って、ね、思いがちなんですけど、う、ね、違うんですよね。もうワイオミング州にある、まあ、要はジャクソンっていう町にある谷みたいなんですけどね、うん、それでジャクソンホールと、うんうん、要はまあ地名ですよね。地名ですよね、ジャクソンホールっていうのはね、はい、建物ではなくて地名ということ。建物ではなく地名だと。これは年に1回でしたっけ？そうです、8月に、うん、8月に毎年、はい、うん、行われますけど、まあ、今年はでもあれですかね、日本黒田さんはやっぱりこういった時期なんで参加しないのかな。確かちょっとそこら辺の情報は定かではないんですけど、うん、だから、まあ、僕が聞いた話だとね、はい、やっぱりいろんなその金融の指標がある中でこのジャクソンホールでのこの発表っていうのはすごい、はい、もうものすごい重いと、もう全世界がやっぱり注目みたいですよね、はい、する、うん、しかも今回ね、この先ほど言った FOMC の議事録で、まあ縮小についての可能性を示唆してますから、うん、今回だからパウエルさんがその時期とかね、うん、具体的なことに触れてくるのか、うん、ましてやその時期もこう前倒しで例えば10月から始めるとかね、うん、そこら辺のそのパウエルさんの講演の内容によってはちょっと週末のマーケット動くかもしれませんね、うん、そんな感じはしますよ ね、 ね、相当注目されてると思います。はい、で、まあ絶好調の、まあ、ニューヨークダウ、まあ、下げはありましたけど、はい、まあ、ちょっとトレンドライン見る と、 ちょっと一時的なものなんじゃないかなってこと、ね、まだまだいけるだろうってことなんですけど、それに対して日経はどうでしょう。お見せする日経なんですけど、これクリック株365市場の方の日経225なんですが、うん、これはもう7日間連続で、まあ、先ほども言ったコロナ感染再拡大、ここがきっかけでね相当
連続で下げまして、うん、ただ今日はさすがにあの8日目、うん、自律的な反発の可能性もありますけど、うん、あの今回ストレートにだいたい1400円近く下げましたので、うん、仮にまあ半値戻ったとして27,630円、うん、3分の2ぐらい戻るとするとだいたい27,850円と、うんいうところまでの、まあ、自律的な戻りは可能性としてはあるんですけど、ただそこから先がですねちょっとまだ不安定な動きになるかなという感じですね。なんか景気のいい材料っていうのがあまり見当たらないような感じしますけどね。そうですね、うん、オリンピック終わっちゃうし。そうなんです、うん、一応まあパラリンピックは始まりますけど、ただあのちょっと今石田さんおっしゃったようにこう、ね、明るいこう経済的な材料が今見当たらない中で、うん、ましてやその夏枯れと言われるこの8月9月、うん、何事がなくても下げやすいこう時期に、まあ、ただコロナは今日あれですか2400何名って少しこう減ってはきましたね、うん、感染者数は若干減ったみたいですね、はい、今日はね。そうですね。ですからまあただちょっと明るい材料不足ということで、うん、急激な反発はまだちょっと期待できないなと。そう、はい、ある程度のボックスのこう上下になりそうな感じはしますね。あ、ニューヨークダウに比べるとちょっとなんか寂しい感じの日経平均というちょっとね、ニューヨークダウとは別物という感じですね。これチャートのまあ、テクニカルから言ってもそんな動きですよね。うん、まあ週明けからねちょっと今日あたりはこう下げ止まりの動きを今見せてますんで、うん、この調子でね一旦ちょっと戻してほしいなっていうのは希望的な観測はあるんですけど、うん、現実的にはどうでしょうね。戻った後また少し頭重い展開になるかなという感じはしますけど ね、まあ、ちょっとあまりいい材料がなかなか見当たらないというところがね。そうですね、うん、まあ、ただ相場っていうのは皮肉なもんで逆にこう陰の極というかもう悪い材料ばかりでいい材料が見当たらない時にこう反転したりするので、ああ、もう材料悪い材料出尽くしたと出尽くしみたいなね、意外とそういうこともありますので、ちょっとそこら辺は期待したいところではあるんですけどね、うんうんうん、はい。そういった今後の動向なんかも含めてね、あのセミナーの方を開催されてますので、はい、そうなんです、はい、こちらです。もう、ね、かなり力を入れてるんで皆さんもうあのクリック株365にご興味のある方はね、うん、本当に遠慮なくあの曜日、まあ、火木とは書いてありますけど、うん、これはもうお客様のご都合次第で、うん、あのまあ、ご相談に応じさせていただきますんでね、うんうん、まずはご連絡をいただきましてですね、うん、申し込みを事前申し込みをしていただきたいなと。こちらは大島さんのもう直伝セミナーっていう感じですか。はい、そうですね、うん、もう僕が直に丁寧に、うん、あの説明をさせていただきますので、うんうん、ぜひお申し込みをしていただきたいな。これでもう参加費ももちろん無料ですしね、うん、あのオリジナルのボールペンなんかもプレゼントをさせていただきますので、うんうんうん、はい、ぜひお気軽に。これはあれですか、オンラインもオフラインも両方ありなんですかね。ね、今はちょっとオンラインはまだ対応してない、はい、じゃあ日本橋の方で開催するということですね。はい、あのもう少人数で本当にコロナ対策も万全に、させていただきますので、うん、はい、そこはもうご安心してね、お越しいただきたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。でそちらクリック株365の詳細はこちらです。あ、そうですね、はい、あの岡吉商事で扱っているクリック株365は今選べる3つのコース、うんうん、セルフ、サポート、スタンダードコースと、対面も含めまして、セルフコースと3つご用意させていただいてますので、申し込みの方も今ねスマホで簡単にこれ申し込むこともできますし、うん、ちょっとやり方が分かんないっていう方はあの0120523321の、うん、はい、大島の方までお問い合わせいただければと思いますので、はいはい、大島さんが手取り足取りサポートしていただけるということなので、はい、講座解説も、はい、あとさらにセミナーの方もね、はい、ぜひご参加いただけたらと思います、はい、丁寧に対応させていただきますのでお待ちしております。はい、よろしくお願いします。ということで、任侠のちょいよる先生の今週の一発予想クリック株365の大島さんにご登場いただきました。大島さんありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。